安富先生のですね、授業に、お邪魔しに来ております。どうも、どうもお待ちくださいました。誰ですかって安富です。ひげはないわ、髪の毛も切りましたね、はい、ちょっと高青年風に整えてきて、そうそうそう、これが真の姿。その情報とは何かっていうものを軸に据えて考えていったら、その情報という概念が出る前に学問ができましたので、うんうんうん、その後に情報が出現することって考え、その既存の学問との大きなこう亀裂みたいなものがあって、だいぶ悩んだ結果、一応こっちもだいぶジャンプしたんですね。ジャンプした方から、うん、そのジャンプした先には何があったかっていうと、そのアジア思想ってすごく大事なんですね、東洋の思想ってのは。じゃあジャンプした先にアジアがあるんですか。アジアなんですか。そうそう、情報の基礎理論みたいな、例えばビットがどうのこうのとか、そういう話になるのかなと思ったら、あの基礎のところに仏教とか、儒教とか、そういう考え方があるんですね。でもそれ妄想なんですよね、単なるその原爆が戦争の兵器だっていうのは、うん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 、なるほど、うん、だから戦争しようと思ったらね、マジで戦争したいだったらね、原爆もう原爆じゃない、まあ、だってあんなも時代遅れの兵器ですからね、うんうん、使えないんだもん。本当に強力なね、防衛力を持っていかなる国が攻めてきても跳ね返せるような軍隊を作りたいんだったら、おっしゃるなんてあっちゃいけないわけです。だって原発なんかあって国防、まあ、そうですよ、できる国防最悪上場最悪なんですよ。もうね、54機も致命的なね、欠点っていうか、あの急所ね、そうそうそう、自分の人体にね、まあ、言ってみれば、例えれば54箇所も、うんね、うん、飛行だらけ、そうそうそう、そこをちょっと使うと、そうそうそう、死んで、お前はすでに死んでるんですよ。そう、基本的にあまりよろしくないことが、いや、僕でもそれはよろしいことだと思いますね。よろしいこと、これは危機なんですよ、うん、なるほど。それはどうしてかっていうと、このシステムが全く作動しなくなっているっていうことが吹き出してるんです、うん、で、これをで、それで政府とか、その大企業の人とか、それ必死で守ろうとしてますけど、そうですね、ここは本当に関ヶ原だと思うんですね、うんうん。だからこの東軍とか政府か知りませんけど、この立場軍団を、立場軍団でも圧勝しそうですよ。そうでもないですよ。そうでもない、ええ、だどれか一つでもこけたら彼らこけちゃうんですよ。だから原発が再稼働しなかったら、それだけでものすごく大きい、もう 大変な危機なんですよ、ね、うん。まあ、言ってみると、こういうの官僚機構をの その特権整備でも吹き崩さない限り、そうした、うん、まあ、分権していくとか、現場により近いところにもっと下ろしていくとか、はい、その決定権も予算もということは、ね、実現しないんじゃないかな。そうなんですね。私は割と懐疑的でね、うん、なんかそんなのぐらい対応するような気がするんですよね。何が対応するの？その立場の生態系は。立場の生態系が対応する。地方分権で対応すると思いますよ。あ、地方分権したら地方分権の中でたあの立場を作り始めてやりそうだね。それは確かにね。うん、でもね、その TPP が何しようかとにかくその、うん、金に頼って生きようと思わなければ、うん、へっちゃらですよね。そうじゃなくて、その自分自身の生産物と、それから自分自身が築き上げた人間関係で自分の必要なものを調達するということは十分可能ですね、生きるためなら、うんうん、これですね、はい、でそれので人間のだから、あの、まあ、要するに貨幣システムに頼るのをやめるという実例が出てくるんですけど、はい、貨幣から離れるのではなくて、貨幣は人間関係を豊かにするために使わないといけないんです、うんうん、でそれからそれができないようにできないようにシステム化されてるんです、都会においては、うんうんうん。基礎識というのは生きるためにのみ必要なんです。身につけてしまったもののうち、自分が生きるために必要なものは何かって考えて、そうじゃないものは捨てる。そして自分が生きるためにない知識を必死で探求するっていうのが、僕は大学にいる学問人がやるべき仕事だと思って、でそうして身につけたものを伝えるっていう、それを使って他の人が自分のために生きるために地球の必要な知識を身につけるのを助けるっていうのが、大学に限らずですけど、教育機関の役割だと思うんですね。つまり自立っていうのは実は依存なんだと。そうですね。だから人に助けてって言える人が本当に自立してる人。そうですね。これは困ったら助けてくれって言って叫べないと誰も助けてくれなくて、うん、叫んだら誰か助けてくれるんです。